これ贅沢なことしますからね、はい、これをねこういう風にするんです YouTube 的でしょ絵面がいやゴールデンウィーク忙しかったね。忙しかったです。あのね急に忙しくなったり急に暇になったりすると、はい、もうね心も体もついていかないのよ確かにまだ疲れてるからねなんか大丈夫体スーさんなんとか持ってますけど浅草すごかったでしょ。すごかったですおかげさまで、ありがたい。浅草来るとさ、はい、みんなどこ行きたいって真っ先に言われるのがホッピー通り。はい、ホッピー通りすっごい人でしたね。そうですね、もうプロレス会場の休憩時間のトイレぐらい混んでましたね、はい、密集してたすごいねあそこ後楽園ホールのトイレもう分かんないですけど行列されますだけどね、はい、どこが一番美味しいのってよく聞かれるんです。はい、今日はその答えを持ってきましたこちらです。しょうちゃん、うわあの僕はね、はい、ホッピー通りの煮込みは、はい、ほぼほぼ全部食べました。全店、うん、しかもね1個じゃなくて1回じゃなくて、はい、2回3回と食べました。はい、なのであくまで個人的な考えではありますが、はい、ちゃんと検証した上で一番うまいのは翔ちゃん。煮込みってね、はい、一口に言っても牛もつ煮込みもあれば牛すじ煮込みもあれば、はい、お店によって様々なんですよ。場所によっては韓国風煮込みですね、キムチと煮込んだ、はいはい、辛い煮込みもある。これもうまいんですよ、はい、ただこの牛すじの煮込みは私は一番美味しいんじゃないかなナンバーワンしかもね、はい、ホッピー通りで結構高いお店も多くあるんですが、はい、見て牛めし牛煮込み、うん、それぞれ500円です。うわワンコイン、ソーセージ1枚僕はね今日は皆さんに、はい、究極の贅沢な食べ方をご紹介したいです。楽しみだな。そうです。僕はね、ちょっと見ててよ、はい、これ贅沢なことしますからね、はい、これをね、こういう風にするんですこれうまそうでしょ。すごいじゃないですか。この YouTube 的でしょ絵面がこれスーさんこうやっちゃうわけよ。すごい。さらにね、はい、こいつをいただきます。はい。このね、豆腐がね、これがね、よく煮込まれた。ほら、いい具合に煙が上がってる。いただきます。うん。おいしい。ここまたさ、はい。雰囲気があるでしょ。そうですね、この外で食べるのってめっちゃうまいですよね、うん、今みんなキャンプブームじゃん。あ、はい、グランピングとか。はい、ここが元祖ですよ。そうですそうなんですか。見てください、この雨が持ってるこのテントベンチがまたいいでしょにこれは板かなんかついてるんですね。これなんかあのカンボジアの屋台に来たようなはい、なんかそんなね、あのワクワクした気持ちがありますね、うん、飾らない感じがいいですよね。もう少し飾ってもいいかな
いやでもこれどうよスーさん、これいやいやいや染みてますね。やっぱね、はい、どうこの映えない感じこれが朝風ですからですね、うん、これがうまいのよ。はい、もう乗せちゃっていいですか。乗せちゃっていいのディディン。こぼさないようにね、もったいないよ、はい、綺麗に、はい、いいねー。いや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 、もうありましたよいやいただきたい、食べてくださいいや、丼が似合うよ。うん、めっちゃうまい。そうなんだよ、すごい染みてる甘い牛めしこれは贅沢ですよ。ほら、ゴールデンウィークの疲れも取れるでしょう。これ取れますね。ねえこれはご褒美ですよ、このビールは三社祭りの時、はい、僕も氏子ですから、はい、青年部なんですけど、はい、町会のおみこしを一回浅草寺に持ってくんです。はい、で境内の後ろに、あ、こんにちは、あの44箇所の全部のおみこしが並ぶの。それで、はい、発信までちょっと時間があるんですよね、順番に発信していくから。はい、その時にみんなここ来て、はい、ビール飲んで、はい、これを食べるわけです。力を蓄えるわけですね。蓄えるわけですよあのね、こうなったらね、はい、よくよく食べちゃダメですよ、はい、おつゆがもったいないから、はい、もうこうやって食べないと。かっこむってやつですかね。そうです見事に完食です。5分かかりませんでしたなんかさ、はい、あれだよね、あのもうちょっといける感じになるでしょいけますでもダブル乗せしてますからね。そう、結構ボリュームあるけどそれぐらいうまい、はい、うまいですね。これはいいですよ。ということでホッピー通り最強の牛すじ煮込みで食べる牛めし。店内にはカウンター席もあります。しょうちゃん、ぜひ行ってみてください。